ハリー・エストルーマンは、アメリカ海軍の航空母艦、ニミッツ級航空母艦の8番艦である。当初の艦名は、ユナイテッド・ステーツであったが、寄港前に、第33代、アメリカ合衆国大統領ハリー・エストルーマンに、ちなんで改名された。ハリー・エストルーマンは1993年11月29日に、ニューポート・ニューズ造船所で寄港し、1996年9月7日に、 洗礼を施される。1996年9月13日に浸水し、1998年1月に乗組員が上官した。造船所による大やけみは6月11日に完了し、海軍受領後の大やけみは7月25日に完了、同日収益する。造船所の大やけみは当初5月に完了予定であったが、流体試験中に、 原子炉の一気から雑音が生じたため遅れることとなった。収益式では、ビル・クリントン大統領が基調演説を行った。その他、トルーマンの命名を提案した、アイクス・ケルトン会議員、ミズーリ州知事メルカーナハン、初代艦長のトーマス・オッターバイン大佐、ウィリアム・コーエン国防長官、ジョン・ h ドルトン海軍長官が式典に出席した。最初の参加作戦は、 サザンウォッチ作戦で2000年11月28日から2001年5月23日までであった。その後予定された有効性検証のため、バージニア州ポーツマスのノーフォーク海軍造船所に入居した。作業が完了すると、フランスのマルセイユ、クレタ島のソーダ湾を訪問し、2002年12月5日に再びサザンウォッチ作戦に参加する。 その後2003年のイラック戦争に参加2003年5月23日に帰港する。同年夏は地中海に展開し、イタリアのナポリを拠点として海軍の艦隊速応計画を支援する。続いてマジェスティックイーグル作戦に参加、大西洋東部で活動し、2度目の有効性検証のため、ノーフォーク海軍造船所に入居した。 2004年10月13日ペルシャ湾に向けてノーホークを出港、ソーダ湾、バーレンのマナーマ、ドバイ、アラブ首長国連邦を訪問し、2005年3月19日に作戦任務を外れる。2004年にはマージョリー・ステイレット戦艦基金賞を受賞している。また、戦闘効率賞は2003年から2005年まで3年連続で受賞した。2005年9月1日、 ハリケーンカトリーナによる被害に対する海軍特別対策本部の機関として出航する。ハリー・エストルーマンは9月4日にメキシコ湾に到着、ニューオーリンズをはじめとする被災地復興作業に従事する。第10空母打撃軍司令官、ジョセフ・キルケニー少将は湾岸統合任務部隊ガルフコーストの副司令官に任命され、艦は湾内に停泊してヘリコプターを用いて、 真水の供給を行った。湾岸統合任務部隊の中心は、教習揚陸艦の用事まであった。ハリー・エストルーマンは5週間に及ぶ救援作業の後、2005年10月に母校へ帰還した。トルーマンは2006年1月に、ノーフォーク海軍造船所入りし、定期メンテナンス及び多くのシステム改良が行われた。作業は12月に完了し、2007年4月からは、 訓練活動に従事した。8月15日、E-2C ホークアイが発艦に失敗し、3名の乗組員が死亡している。2007年11月5日、ハリー・エストルーマンは、ノーホークを出港し7ヶ月に及ぶペルシャ湾配備に向かう。艦は、ドバイ、ギリシャのロドス島を経由して2008年5月に、フランスのマルセイユに寄港した。また、 イスラエルの建国60周年記念式典に参加している。6月初めに帰国し、フロリダ州、メイポートに到着、乗組員の家族や友人を乗せた3日間の巡航を行った。ハリー・エストルーマンは2008年6月4日に、ノーフォーク海軍補球地へ帰還した。2018年10月19日、北極圏のノルウェー海に入り、 同月25日から NATO 加盟国との演習を開始すると発表した。米海軍は2020年4月13日、ハリー・エストルーマンは中東の第5艦隊と地中海の第6艦隊での任務を終えて母港の米南部バージニア州のオフォークの海軍基地に向かっていたが、乗組員への感染を防ぎ、即応体制を維持するために体制養領に留まると発表した。 1> 第1空母航空団はハリー・エストルーマンに関西される航空団ありがとうございます。